はい、どうも。第27節川崎フロンターレ戦ですね。さあ、この試合も、当然の感じですからね。もう本当負けれませんから、負けも引き分けもあんまり、負けは絶対にダメで、引き分けは、まあ、しょうがないとして、勝つしかない。ダメか。よし。とりあえず勝てってことですよね。何が何でも。もう言葉が出ませんよ。キーパー飛んでよマジで。あれは飛ぶよマジで。あれは飛んでほしいよね。もうちょっと攻める。優勝を目指していくには攻めろってことですよ。サイド厳しいディフェンス。足元こぼれてる。さあ、これはダメ。そのままキーパーが抑えました。まあ今ちょっと合わなかったんですが、そこからワンタッチで入れてきたというのはいい発想だとは思いますけど、ね、うまいことつなぐな。 OKOK、 この縦にやられると、これ大丈夫ね。このボールもうちょっと、もうちょっとなんとかしてみると、ここでいったー。ダメか、これは。これは怖えわ。これはチャンス。最後のあれが通らないとなると痛いよね。通れば同点だった。縦に来るか、危ない。ちょっと危ない。さあ、前半残り5分、急ぐ神戸。ちょっとミスター、そういうサイド。さあどうする。さあそこから、PK、 オフサイド、オフサイドか。さあ前半終了。同点に追いつかないといけない。ここは同点に。この展開はやばい展開。マジか。これは痛いぞ。さあ神戸、これは痛い。ここに来ての失点。
もう負けれない中で。素晴らしいシュートだったと思いますね。神戸失点を喫します。まだチャンスあると言ってももうほぼ負けれない試合が続く。さあ外、さあ神戸、しかしまだ時間はたっぷり。これはクリア下げていく。さあこれは野沢が打つ。このパス、さあクリアされる。相手が残す、取りに行きたいけど相手がサイドに散らしていく。このボールは大丈夫だろう。さあ神戸、おっとここでパスミス。さあどうだ、このボールも真ん中に人がいてダメだ。さあここは大丈夫でしょう。中はダメだ、抜かれる。サイドから中に、これは危ない。もう攻撃的ですかね、こういう。いやー弾かれる。ダメだ。そのクリア。さあロスタイム3分。これもダメ。サイドにまだ残せる。おお、サイドに持ってくる。さあこれは大丈夫でしょうけど、さあ持ち合いは終わるでしょう。ここで痛い負け、これは痛い。セレッソは引き分けている。勝ち点7。さあこの負けがどうなるか。2位の鹿島との試合が第1打。次節いやー鹿島戦が大事になってきましたねこれ。はい、じゃあではこの辺で。